一段です。本日も、ウイニングイレブン2020、マスターリーグやっていきたいと思います。本日は、前節ね、長崎の方に、負けて、順位がね、3位ちょっと後退してしまったんですけど、その続きをね、やっていきたいと思います。本日はアルビレックス新潟と、モンテミオ山形との試合ってことでね、やっていきたいと思います。じゃあまずはスタメン。ピャネイロと佐藤久といいな。佐藤久とスタメンでいくか。フレーベちょっと後半から。ピャネイロ、この人右サイドもできるんだ。いや、でも堀米選手、右サイド行こう。本田選手が、また絶好調か。高橋選手、不調なんで、ベンチ外と。ゲリア選手をスタメン復帰。安田選手、左。ま、こんなとこかな。二宮です。あ、こんばんは。前節のね、続きからやっていきます。これでいっか。相手のスタメンが、キーパー小島選手、ディフェンス、ジェームズ選手、マウロ選手、堀米シュート選手、大本選手で、中盤が秋山選手、島田昨日選どうし手。たんですか？昨日はやっぱずっと起きてたから起きれなかったですね。夜、昼間もずっと起きてたから。で、渡辺選手、シルビーニョ選手、本間選手、ワントップファビオ選手です。で、やっていきましょう。とりあえず今日もほとんど寝てたかな。やっぱり生活リズムがだいぶああいうことやると崩れるから。あ、今日は雨か。昨日はお疲れ様でした。あ、お疲れ様です。本あ日りがとうごのざいゲーまムはす。コナミスタジアムで行われます。この時間は千葉対新潟、こちらの一戦をお届けいたましまたね、す。なんかやってきたいと思うんコだンけディシど、ョンですが、こちら現地現在また雨その時がはね、確認できます。今日のデーゲー改ム、めて連絡っていうか、このおゲー知ムらのせ解しよう説かは元なと日思うん本です代表けミッドど。フィルダー北澤毅さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。雨はがい、降っよろしくお願ているします。から。お、入った。キーパー棒立ちだったけど、今。ちょっと見てみよう。前節負けたからね、長崎に。キーパーが。もう早速だね。もういい感じだよ。もう、首位陥落してるからね。なんか声おかしいかな、今日。今シーズン7ゴール目となります。オッケー、この時間にうま先い、制にサセットトシでサトうす。まいぞ。これはうキーパー動かない。ん、先そ制んできたなこともそうなんですけシューど、ト打それつ、以上に時間帯がいいですよね。立ち上がりのリードはうゲームのわ、主導権を握りやすくなんなりかますそからんなね。すごこのい試合、速いシュートってわけじゃなかったんだけどね。ジェームズ、あれかな、ディフェ大ンスで見えなかったのかな。いや、つか、千葉、佐藤久人もいるっていうのは、でかいよな、そう考えると。ここで前を向けるか。どうする。ナイス。アンドリューと田口のサンド。川又。千葉、この早い段堀階で米。点が入ったことについてどうご覧になっていますか。早い段階で先制できて気持ち的にも余裕が出ますよ体当てね。られちゃっ相方た。としてはプラン通りじゃないでしょうかね。まあ、ホームだし、負けることはちょっと許されないよね。連敗になっちゃうから。J リーグもなんか、ね、千葉、無先観日客行だわけれたど、試合では僅差で再開試合さ前れに敗そうだしれてしね。まいました。いやいや。J リーグが再開する前に千葉戦はちょっと、千葉編か。千葉編はちょっと終わっときたいね。ゲリア、
を狙っていきます。 J2 が開幕するんだったらちょっとやりたいことがあるんで、まあ、やりたいことっていうのはリーグ戦の前にジュビロの予想試合とかシミュレーションはを動画で動画かライブでやっていこうかなと思って。やばい、新潟媒介します。またその時はねちょっとお知らせしようかなと思うんだけど、前回の試合では先制点のアシストを記録しています。新潟起点となるアクションを作っていけるのか。大使、正直今年はジュビロと千葉の試合も楽しみなんだけど、京都と千葉の試合も楽しみなんだよね。やばい、これまずいぞ。2人で危ない。一連の流れ、スリーパスを受けてからのシュートでした。難しい、そして最後のコントロール、ギリギリまで見てましたよね。今年の J2 は面白そうだったんだけどね。熊谷、川又に一回当てたいな。前半30分を経過しています。熊谷、ちょっと外にはたいて裏を狙う、上げる。すごいシュート打とうとしてなんか、また堀米、どう組み立てる。まだ前半だからそんな急いで攻めてこないね。新潟もボール後ろでちゃんと回して、おうまい今のトラップ。誰、島田選手。ほとんどシュートを打たせていないという状況です。ここまで打たせてないのは大きいでしょう。おナイス、あらい、すごいセーブだったね今。そうですね、難しいボールですね。手をポーンって投げ出したようなシュート、セーブだった。好セーブを見せました。あれ手首痛いんだよね、ああいう止め方すると。ここはショート、アンドリー、アンドリー、オッケー、ナイス、いいぞ、堀米、川又上がって、渡ります、抜けてくる。うわ取られるか。ジェームズ、まあ、基本的にフォワードでボールロストしやすいな。あれはね、フォワードより前に人がいないから前に出すパスを選択できないっていうのがやっぱり大きいよね。選択肢が少ないっていうのが。お、ナイス、そのまま向け、抜けてくる。負けない、川又なら負けない。うわさすがに3対1は無理か。あ、コメント消えてるわ。今日はいや、4バックですね。前半から得点が動いています。試合中棒読み死んじゃうとちょっと全然気づかないな。チーム内の雰囲気の良さが伝わってきますよね。ここまでいい流れで来ているので後半も続けていくことですよね。あ、本田選手途中で入れてっか、まだいいや。第9節、千葉対新潟、千葉1点を先制して後半を迎えます。では後半見ていきましょう。暑いな今日。千葉としては気持ちとしては0-0のつもりで、ちょっと運動したいな、この後、はい、大本、昨日はほとんど朝までゲームして、ね、昼買い物行って午後夕方からずっと寝ちゃって、そこに対応する意図でしたよね。今日も朝起きたには起きたけど、そこからまたしばらく寝ちゃったし。
もったいないな、ちょっと。まあ、言っても、コロナで自粛解除されたって言っても、ボールを下げてリズムを、あ、今ワイン飲んでますね。めっちゃ開けるのに苦労した。高木、まあ、いつも、まあ、瓶のワイン、ワインなんだけど、だいたいキャップで、蓋があるんだけど、今日のはなんかコルクで閉めてあったから、コルク抜くのにすごい苦労した。今日は全然、ビールとか何も飲まずに、そのまま、ワインを。まあ明日も仕事だからね、軽く飲んでいいにしようかなって。また残りは明日飲もうかなって思ってるんだけど、大量に飲むと体に悪いからね、やっぱり。このセカンドハーフの序盤を1点差でリードしてもうちょっと点取りたいんだよな。ご覧になりますか。そうですね、早い段階から決めていけたら最高ですよね。これいったんじゃない。ケースでは次の1点の意味が非常に重要。うわマジか。いやこれ行き止めましたね。いやいい反応ですよね。いったと思ったら変えよう。佐藤久人とクレーベで本田選手も入れ投入しよう。ピアネイロも入れとこうかな。折り込み、あピアネイロとか川又にしよう。川又点取ってるし、次節また試合あるし。クリア、このピンチをなんとか出します。ナイス、増島。安田。安田。中上げる。おお。このクリアボール次へつなげたい。仕事は工場で、なんか家の部材を生産してる工場で、設備の修理とか、設備の導入だとか、そういった設備の管理関係、もろもろですね。ただ大きい工場で担当が自分ともう一人だけだからすごい辛い。設備の修理は呼ばれるわ、管理はどうなってるだとか、いろいろね、大人の事情が。で今空調の工事をね任されてるから、空調の工事っていうか導入プロジェクトっていうほどじゃないけど、でも金額で言ったら1600万ぐらいの仕事を自分が担当でやってるから、ちょっと責任がね。さあ繋がるか。クリアです。だからもしかしたら6月はちょっとね放送減るかもしれない。そのちょっと急が、6月はちょっと工事がねちょっとゴタゴタ入るから、土日どっちか出勤になったりね、残業もどうなるかっていうのもあるし。ここで追いつけると大きいですよね。直接狙った。ナイス。収まったフリーだ。チャンスになる。取れ。大使。71番。失点は許されない。ナイス大使。一回クレーブに当てよう。うわ。ひど、今の、今のはファールじゃないの。ピアネイロ。高木。また中央へ。ダメ。ピアネールもう猛追する。大本。ナイス。さすが絶好調本田。ちょっと慌てましたかね。でもまだ時間ありますから分かりません、ね。この雨の中爆速。さあシュートに行くのか。あー通ればな。抜けるか。さあ持っていく。うわ。これはクリア。ちょっと時間意識してやってこう。ここで1点取られたら
さあ右足で、うわ、ここで引き離せばもう勝負決まったようなものですからね。頼むぞ安田、いい展開ですね。お、いいね。んー、このまま終われるかっていうようなね攻撃でしたけどもね。うわ、そっち行った。ピアネロ走れ。千葉としてはこのまま終わりたいとこですよね。そうですね、対面でのホイッスルはまだかまだかという気持ち。シュート、うわ、欲しい。新潟完全にディフェンスが一歩遅れた形になりました。しかし惜しいシーン。新潟最後のカードを切ります。2人の選手を入れ替えます。ん、時間ないんで前へ前へ、もう1点欲しいけど勝ち点3の方が重要だから、ちょっと時間を使わせてもらおうか。これはなかなかこじ開けられない。アランピネイロ右サイドへ振って、お、強い、ピアネイロ強い、やばい。大きく縦へ、ロスタイム2分。取らないですね。裏へ出るか、うわ、こういうボールが一番やだ。出ろ、いいボール入りますよ。ここは前を取る、クロス、よし、勝った。操作難しくないですよ。難しい操作とかあるけどそれはやんないから。結局前半のゴールが決勝点。北澤さん、今日の試合ですがどうご覧になりましたか。川本のシュート見て次の試合行こう。その後の試合運びに余裕が出てきましたよね。しっかり守れてましたし、いい試合内容でしたね。そうですね、あ、やっぱこの1点は大きいね。やっぱディフェンスかぶってるね、キーパーの前。さあ放送時間もなくなってまいりました。解説は北澤剛さんに。ここでトラップして、あ、そうでもない、そうでもない、キーパー見えてる、見えてるけど反応できなかったパターンか。第9節、千葉見事勝ち点3をものにしています。あ、周囲に復帰した。意外とジュビロ上がってこないな。16位のまん、あ、17位か。2勝3分け4敗か。ちょっと辛そうだな。やっぱ連戦だったか。川又交代しといて正解だったな。川又絶好調。新井選手交代だな。チャン・ミギュン選手。安田選手使っときたいけどな。サトシサト選手あれか。ゲリア選手使う。体力減ってても使う。もうこの辺はちょっと調子いい選手入れてこう。高橋選手右サイドじゃないもんな。あれ、右サイドバックか、高橋選手。ゲリア選手、スタメンゲリア行って高橋選手を後半使っていくか。ゲリア選手スタメンで、あの、スタミナか減ってるし。ピアネイロが怪我してる、全治4日。まあこんなとこかな。田口選手もちょっと減ってるよな。まあちょっとここら辺は交代をうまく使って乗り越えていこう。よし、じゃあ、山形の、スタメン、キーパー伏引選手、ディフェンス3バックだよね。栗山選手、小野田選手、熊本選手、中盤本田選手、なんて読むんだ、何岡選手、中村選手、渡辺選手、山岸選手、ツートップ、スリートップ、大木選手とアラウジョ選手、山岸選手。よし、じゃあやっていこう。それ二宮さん、あれ、もし J リーグどうしてもやりたいんであれば、あれ、ウイレアプリダウンロードすれば J リーグ
チーム使えるからそっちでやってもいいんじゃない。そっちなら無料だし、ちょっと、ね、自分の既存の選手集めるの辛いかもしれないけど、 J2 も全部入ってるし。こちらの一戦をお届けいたします。スタジオオリオンで行われる本日のゲームです。でプレステのゲームは、あの野球のゲーム買えば紙データとか変なっていうあれではないけど、めんどくさい作業もいらないし。川端いけ、これはい、来た川端、また先制、速攻の先制だよ。ただいまの得点、中盤で奪ってからの攻撃どうご覧になりますか。いや、チーム全体3バックを駆け抜ける。奪ってからフィニッシュまでの流れ、お手本になるような見事なカウンターアタックですよね。前半4分、川端これ得点をいけるかな。ファンマが確か得点王だったよね、2点差。ファンマがどう点入れてたかどうかっていうのを確認してないからあれだけど、川又絶好調だったもんな。この試合で複数得点したいね。アンドリーあんま行かないようにして、ちょっと怖いな。どうする、ナイス。ミキ裏を狙っていきます。うわ、読まれてるか。ゴール前ちょっと混戦状態でしたからね。ちょっとまずいぞこれ。フリーだ、ナイスキーパー。久々の新井のスーパーセーブ、やばい。ドルーズボール、千葉これは奪い返します。取られないように。千葉ここまでいいね。リーグ失点数がなんと一番少ないというデータが出ています。お、そうなんだ。守備堅固なチームです。まだ。スペースを狙う。お、そっち出した。これは旗が上がっています。俺堀込に出したつもりだったんだけど。まさかのクレーベに来たよ。堀米だったらな、今オフサイじゃなかったな。いや、ミスった。結構縦に簡単にパス入れられちゃうな。取れる、取れない。一回簡単にキーパーにパスか。ゲリア、ここ勝って周囲固めたいから、まあ、まだ固めるっていうほど離れないか。川又クレーベ、いやーずれたな川又のパスが。キーパーからのロングフィード、ゲリア、ゲリア、田口、マス、うわ、ちょっとくそ、川又が点取りましたね。さあ繋がるか、やばい、素晴らしいパスだ。シュートがうますぎる。ここで同点、いいですね、熱い一発になりそうですね。攻撃式上げてこう。攻守が入れ替わってからの一連の流れ見事でしたね。ただ今日は相手もついてこれなかったですからね。チームとしてのストロングポイントで奪ったゴール、シュート、はい、逆転つうか勝ち越し。川又得点王だな。見事決めましたね。いや、しっかりこういう状況で決められる決定力の高さは素晴らしいですよね。特に1対1はキーパーの他にプレッシャーとの勝負でもありますからね。代表呼ばれちゃうかもな、これじゃ。コースを判断する冷静さが不可欠なんですよね。難しいゴールですよね、これはね。
今日2点目です。フリー田口1回1点をリードしてリスタート。サイドのスペースを使います。取らすなよ。外へ持っていきます。中で味方の選手が待っている。クロスを選択。頭できた。オフサイ。代表って日本代表。響き大きく前線へ。うわ。ありませんでした。広川。細かくパスをつないで攻め込んでいきます。ちょっとサイドを使います。点は取らしたくない。裏のスペースを狙う。仕掛けるか。上げてくる。飛び込んだ。うわ、なんだ大満の、またすぐ同点です。ここやられすぎだな。すごいな、これは。いや、なかなか動きますよね。やられたらやり返すですよね。まあ今日はまだ点入りそうだから。いや、積極的に頭から飛び込んでいったことがこのゴールに結びつきましたよね。素晴らしい選択だったと思いますね。山形が今日はよく粘ります。サポーターも嬉しい展開。よく取り返しましたね。このままいけばナイスアライ。取らないですね。とりあえず川俣に。田口、三木、クレーベで。うわ、なっちゃうのか。まあこのゲームは審判が絶対だからね。前半は点の取り合いになりましたね。まあ誤審がないだけまだいいよね。ファールは微妙な判定があるけど。スペイン2部リーグ第10節、え、マジ。前半を終え2対2の同点で折り返す。ナイス松島。さあ、ご覧のように後半スタートしています。いや、危ない。ナイス。クレーベに出して川又。高いパス回し。あっ、くそ。カウンターを仕掛けていきます。点取ったのアラウジョ、外人か。ふわっとしたボール。このボールはカットされます。ゲリア千葉、先日の試合は僅差でリードし勝利を挙げました。川又、今日北澤さん目立っていますね。いや、今日は乗ってますからね。もう一つあるんじゃないでしょうか。シュート。よし、クレーベ決まった。勝ち越し。後半開始早々いきなりの1点。一歩抜け出してパスを受けてのゴール、見事なタイミングでした。そうですね、出してと受けての一つ、積極的に仕掛け取れないか。このゴールを生み出しましたよね。ゲリア、ナイス。田口、アンドリオで、やった、アンドリオ。ここでリードを奪いました。クレーベも点取ったのはでかいね。パスの交換、アラウン、ここで前を向けるか。ナイスキー。今ちょっとやられたかなと思ったけど。いや、これぞ守護神ですよね。素晴らしい反応ですね。ここで見せてくれました。もう点は取らせないようにしないと。もし追加点を。キーパー一回戻す。ちょっとボールを落ち着かせないと。山形としては先ほどから守備がマークの相手に対して一つ距離を置いて構えてますけども、うん、背後のスペースを意識してるんですね。かまた それ取れないか。そうですね、浮かせたスルーパスなんかにも効果的ですよね、うん、ただ常に相手と一定の距離を保つマークをしているのでだんだんラインが後ろに下がってしまうんですよね、はい、そうすると中盤にスペースができやすくなってしまうので、ゲリア、ナイス、タクシー、クレベからの、うわー、通ってればな、うん、まあその相互理解がないと穴が開いてしまうってことですね。そうなんですよね。ふわっと裏を狙う。ゲリア交代だな。いいですね。中は枚数いる。大使
オフサイドですね。オッケーオッケー。山形としてはこのゲリアと高橋選手、はい、積極的に行きたいですね。両チーム同じタイミングで動いてきます。千葉交代枠を2つ残しています。高橋一回前にパスして、増島いいね、安田クレベ、なんでそんな大月フォワードに当ててほしかったのに、めっちゃずれたよパスが。ナイス高橋、しかも出してない、強い。あーちょっとクレーベに出したかったんだけどな。中村取れないか、出ない。なかなか前にボールが運べません。勝ってるからこっちは時間使っていこう。やばい、これまずい。おいい形じゃないですか。ナイス。ちょっと当てましたかね。でもまだ時間ありますから分かりませんよね。川又自分で行く。負けない負けない。あー川又負ける。いやーこの状況です。ナイス。積極的かつ大胆なディフェンスですね。そうですね、まあ攻守の駆け引きですよね。ちょっ と, 場合ですと前出すとこがねえな。相手のカウンターを止めることを最優先させたパターンですよね。どうだ。あパスずれたか。ここで引き離せばもう勝負決まったようなものですからね。タクシー頼む。抜けてくる。ナイスアンドリュー。一回キーパー。このまま終われるかっていうようなね攻撃でしたけどもね。危ない危ない。高橋。高橋交代したばっかだから。いいね。あー見事交代しとくべきだったな。スタミナがない。この後ですね、もう遅いか。しっかりと切り替えたいところですよね。あくそ。川又行けばラスト。裏へ届くか。いいボールですね。頼むラスト耐えてくれ。おこれいいですよ。一旦前を取る。中央へ。おっし終わった勝ち。試合終了。3対2。じゃあゴールシーンを見て、とりあえず今日は終わろうか。さて北澤さん、今日の試合ですがどうご覧ですか。開始4分のゴール。試合始まって最初のチャンスを得点に結びつけたのは大きかったですよね。右足のゴールだね。最後まで行きましたからね。そうですね。ありがとうございます。このクレーベのスルーパスから得点王じゃないかな。さあそろそろ放送時間も少なくなりました。ファンマが何点取ってるかだけど。解説は北澤剛さんにお願いいたしました。北澤さん今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。まあ相手のゴールはいいか。スペイン2部リーグ第10節、まあこのシュートはうまかった。でまたまかまたアンドリューからの川又ゴール。今度は左足。これどんなゴール。あヘディングのダイビングヘッドか。まあこれはしょうがないかな。難しいあれだよね。川又のアシストからクレーベ。川又大活躍だな今日は。この試合完全にマンオブザマッチだね。スカッとしたとこで川又 7.5。 あジュビロは勝ったみたいだ。単独首位。得点をじゃあ見て終わろうか。次は愛媛 FC とだね。
ちょっとセーブしとく。データベース大会情報、スペイン2部か、ゴールランキング、あ、川又得点王だね、1位、2位がファンマで、3位が長崎のルアン、クレーベも5位に上がってきたね、得点王4でたくさんいるけど、あ、移籍の噂は大丈夫ですよ、させないんで。一席の噂はこのチーム運営交渉マイチーム、新井も交渉を中止する、交渉中止すれば延長オファー、まあ、延長オファーはいいわ、うん、全部中心しとこう、交渉を。か、またアビスパからオファー来てるのか。クレーベは琉球。長崎からも。あと、これ。全部交渉中止して、ゲリアもグランパスから来てる、浦和レッズからミキが来てる、ソロモンがマリノス、 J1 から結構来るんだね。よし、じゃあ今日はねここで終わりたいと思います。また明日、まあ8時半から9時の間ぐらいからやろうかなと思うんで、よければ見てください。では